こんにちは。今回はギター初心者のあなたに向けて絶対に知っておいてほしい3つの真実をお伝えします。多くの人がギターを練習していく中で途中でつまずいてしまったり思うように上達しなかったりするのには理由があります。それは単純に本質とはかけ離れた部分に時間をかけすぎているからなんです。でも大丈夫、この動画を見ればその迷いがすっきり晴れて練習がもっともっと楽しくなっていくはずです。まず最初にお伝えしたいのは、正しいフォームにこだわりすぎないということです。確かに基本的な構えやフィンガリングはとっても重要です。でも多くの人がフォームが悪いんだよねとか手の角度が違うんだよねと気にしすぎて本来の音楽の楽しさから遠のいてしまっていってます。実は正しいフォームの基本というものはありますが、手の大きさ、指の長さ、またギターのサイズが違えばフォームも少し変わってきて当然なんです。特に私のように極端に手の小さいギタリストの場合は、市販の教則本やレッスンビデオで語られているフォームというのは正直あまり参考にすることができません。どんなにこれが正しいと書かれていても実践しようがないわけです。実践できないならまだしも、無理をすれば怪我のもとにもなってしまいます。もちろんある程度の基本というものは抑えるべきだと考えていますが、フォームにこだわりすぎるあまりに音を出す楽しさ、音楽の本来性を忘れてしまっては本末転倒なんですね。ということで、あなたの体に合った自分だけのフォームをぜひ見つけてみてください。結果的にそれが一番上達への近道になると思います。さて、次にお話しするのは練習曲の選び方というお話です。皆さん簡単な曲から始めたいと思いますよね。もちろんそれ自体は確かに大切ですし、難しすぎると挫折の原因にもなりかねません。でも実は簡単すぎる曲ばかりを練習していても上達は早くならないんです。簡単な曲と並行しながらちょっと難しい曲にもぜひチャレンジしてみてください。なぜかと言いますと、チャレンジしないと脳が成長しないからです。例えばちょっと難しいコードやリズムに挑戦することができれば、脳が新しいことを学び、指がその動きに順応していくんです。だから今のレベルよりも少し高めのギリギリできるかもという曲を選ぶことがポイントになります。挑戦してるうちに、あ、できたっていう瞬間が必ず来るものです。その小さな成功体験が次のステップに進む大きなモチベーションにつながるというわけです。最後にお伝えしたいのは、ギターはただ音を鳴らすだけの道具ではないということです。初心者がつまずくポイントの一つは、音を出すということばかりに集中して、その音にどんな感情を乗せるかを考えないということです。音楽はあなたが伝えたい感情やメッセージを表現するものです。たとえ単純なコード進行や簡単なフレーズであっても、その音がちゃんと歌っているか、ギターがあなたの気持ちを表現しているかということに意識を向けてみてほしいんです。例えばこのコード進行。感情を入れずに弾くとこうなります。感情を入れて弾くとこうなります。抑揚をつけて歌うように弾くと全く違う印象になりますよね。ギターを始めたばかりでもこういった違いを意識することで、もっと自分らしい音楽を作り出すことができるようになります。自分の音に耳を傾けて心を込めて弾くようにしてみてください。それが本当のギター演奏の楽しさなんです。さて、いかがでしたでしょうか。今回は初心者の皆さんが見落としがちな3つのポイントについてお話ししました。フォームは自分に合ったものを見つけること、少しチャレンジングな曲を選ぶこと、そしてギターが歌っているか確認すること、この3つを意識すればギターの楽しさがもっともっと深まります。ということで、これからもギターに関するアドバイスやテクニックをどんどんシェアしていきますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それでは一緒にこれからもギターを楽しんでいきましょう。最後までありがとうございました。